戸の飯より江戸が好き大江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。早速でございますけれども仕掛け対談ということで私はこの方のところに本日お仕掛けております。はい、どうも歴史くんでございます。よろしくお願いします。歴史くんこと長谷川義輝さんです。はい、お願いします。お願いします。堀さん、なんか挨拶若干最後だけいつも違いません？なんで最後、なんか最後さっきぶん殴ってますでしょ。いいですよ、細かいことゆらゆらしてるんです。探り探り僕のコラボの時なんかゲッツやってましたし、いろいろあるんですね。探り探りやらせていただいております。長谷川さんはね、戦国時代であったりとか、まあ、歴史全般にお詳しいんですけど、はい、歴史、まあそうですね、うん、好きですね。江戸時代といえばということで、はい、本日はですねちょっと趣向を変えまして、はい、完全に私の趣味なんですが、江戸時代の人物男性にしましょう。でアイドルグループを作るとしたらどういうアイドルを。もうこの類の仕事初めてでしたよ。本当ですか。いや、ないです。なんか YouTube 一番 YouTube っぽいかなと思って。いや、僕ないの初めてでしたね。本当ですか。こんなちょっとドジっ子な武将とかいますかとかっていうのはありますけど、はい、アイドルを作ってくださいっていうのは初めての、はい、そうでしたか。はい、じゃあちょっと一回作りましょうよ。はい、作りまし、ちょっとだから考えてこなきゃなと思って。あ、すごい、なんかちゃんとやってくれたんですね。はい、いろいろどうしようかなちゃんとやってくれました。やったってちゃんとなんか、コンセプトとセンターと、はい、なんだっけ、あとサブセンターじゃなくて、あ、そう、フロントメンバー、フロントメンバーを決めてくださいみたいな。人数とか。いや、まず僕その、はい、フロントメンバーを調べました。フロントメンバーとはって。何のことだと思って。いや、私やっぱアイドル文化すごい好きなんですよ。ご一緒させていただく機会も多いし。なるほど、うん、じゃあそれでもうやっぱ決めたくなってくるわけですね。いろいろ調べていって、そうそう、こういう人たちがいる、あ、じゃあどういうアイドルにしていこうかなとか。そうなんです。だそっちなんないもんな。面白いよな。江戸時代の人物で、じゃあ長谷川さんが、はい、まずプロデュースするグループ名発表してください。はい、はい、グループ名は、はい、B ディプライブル。B ディプライブル。ディプライブル。ディプライブ。ディプライブ。はい、ディプライブ。略して B ディプです。はい。B。待って、ディプライブって奪うと。あ、そう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 。奪うです。奪う。これ多分大学入試とかの、ね、英単語で習ったんですけど。はいはい、やりましたね。これは、うん、コンセプト、はい。江戸時代に改易された大名たちのユニット。ああ、なるほど。はい、だから B ディプライブで。そうなんですよ。なんか解析英語のなんて言うんだろうと思ったら、奪うとか奪われるっていうことらしいので、はい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 、B ディプライブで。え、じゃあ解析された人を集めるってことですか。そうですそうですそうです。はい。楽しくなさそう。はい、そんなことないです。キャラ濃いですよ。はいはい、まあ、でメンバーはなんか二世タレントみたいな人が多いですね。サラブレッドとか、二代目の苦悩があったりとか、分けありの問題児が多かったりとかね。キャラがね、とにかく濃いですよ。はい。え、じゃあセンターは？センターはだからどうしようかなと思ったんですけど、やっぱ血筋的にこの人だろうというので、越後の高田城の、ね、お殿様務めておりましたが、はい、松平忠輝さん。来ましたね、マジで。センターでいいんですか？はい、もういいでしょう。いや、多分聞いてらっしゃる方ね、はいはい、松平忠輝と聞いて何人の方がピンときてらっしゃるかわからないですけど一応徳川家康公の5男6男、まあそうですね、5男一応家康公のお子様なんだけど、はいはい、6男家康さんのお子さんですよ。だからもうサラブレッドなんだけども、まあ、2代目はもちろん秀忠さんって決まってるし、はいはいはい、もう自分も跡取りじゃない。しかもあんまり家康さんに可愛がられないと。異常になんか嫌われてますね。嫌われてますね。で、なんか愛されないからなのか、自分もトラブルメーカーで、合戦に遅刻したりとか、いろいろトラブルを起こして最終的に干されて、大名としてはお取り潰しということになって改易を命じられているということで、な、はい、この方ですね。センターやっぱ血筋としてはいや、そうですよね。でしかもなんかあんまり可愛がられてなかった理由が、はい、顔が嫌いだからっていう。そう、そうなんですよ。家康公こういうとこあるんですよ、ね、結城秀康と一緒ですよね。いや、そうそうそう、ね、あれもギギに似てるっていう、はい、ギギ、お魚に似てるから、お魚に似てるから嫌いって言って。そうなんですよ。ま、どうやら松平忠輝は、はい、長男だった岡崎信康公に顔が似てらっしゃったのを思い出すから、なんか信康公っていうのは家康公が、まあ結局そうですね、切腹に追い込んでますからね、はい、織田信長との関係で自分の息子だけど殺しちゃった信康に顔が似てるからっていう理由で遠ざけられた、あの忠輝を。そうです、そうです。まさかのセンター企業メーカーだけども、多分こう愛されたいっていうのがあるから、
あのファンからの一言一言 SNS の応援してますに頑張るタイプだと思うんですよ。意外とチェックするんですよ、多分ああいうタイプの人って。あ、エゴサめっちゃするタイプ。応援してくれたらその分頑張るかなと。だとこのバックにはあの義理のお父さんである伊達政宗もいますからね。キャラ強いですよ。強っ、はい、ラジオとかのゲストで呼べますからね。伊達政宗来たらいいですよ。これはその強みがあってのセンター機能なわけですね。センターで、はい、でフロント、なんだっけ、フロントメンバー、フロントメンバー、はいはいはい、フロントメンバーはじゃあ、ざっくり4人います、はい、加藤忠宏、はい、清正のお子さんですね。で、あと福島正俊、福島正則のお子さん、あと本田正純、本田正信のお子さん、加藤明成、加藤義明の子供ということで。いや、2世が集まる。2世がみんな干されてるんですよ、江戸時代初期に。秀忠家光の時代に一気に干されるので、うん、この方々をフロントメンバーに起用しようかなと、うん、大変ですよ、この方々も。2代目の加藤忠宏なんて別に悪いことしてないんですけどね、気づいたら改易になって、福島さんもあの広島城勝手に、修理しちゃったっていうので、うん、まあ、改易っぽくなったんですけど、まあ、一応長野県の高井の藩というのを新しく作って、うんうん、なんですけども、この息子の代にお父さんを勝手に仮装してしまったということで改易になっているというので、うん、あんま悪いことしないんですけどね。で、本田正純は、本田正信お父さんもね、家康の右腕でしたけども、この人も、まあ、ほぼほぼはめられたような感じですよね。政治的な対立でもう昔の人たちはいらないよということで、土井利勝とか新しい勢力の端っこに追いやられて、最終的にあの最上騒動で最上家の、お城とかをちょっとこう預かりに行かなきゃいけないからって言って出張してる最中にクーデターにあって、そのまま改易になっているという。あの本田正純だ、あのですよ、はい、あとはあのお亡くなりになってから改易になったパターンも、はい、浅野匠頭とか、あ、そっかそっか、はい、あとは江戸時代、まあ、入る手前ですけど小早川秀明も亡くなって小早川家改易になったりしてるので、そのあたりのメジャーどころも追加メンバーかな研究生的な研究生で、はい、入れていこうかなということでいいですね、はい、審査基準が改易されてるかどうかっていう、そうそうです、そうです、ま、ず第一に、はい、鉄砲じゃないですだ、ダメなんですね。改易がっつりもお家お取り潰しになっているかどうかということで、なるほど。でコンセプトは、はい、ファン、あなたの心も奪っちゃうみたいなね、ディプライブとかけてあの奪われるとかっていうのでね。途端にダサくなりますけど大丈夫ですか？確かに今ね、あの昨日しっかり考えてるんだけど今ひらめいちゃって言ったやつだからちょっとダサくなっちゃいましたけど、なんかうまくね。でもなるほど、そうですね。略して B ディプです。B ディプ、はいはい、うん。これいいと思う。いいですね。その徳川時代の悲哀を一身に受けた方たちのグループということです。そうです。なんかもう一グループ作っていただいてください。作ってましたよ。どんどんできるじゃないですか。はい、グループ名はドリフティングジャパン、ドリジャです。ドリフティング、ね、はい、ドリフトですね。ドリフト、うん、漂流ですね、うんうん、江戸時代に、コンセプトはですね、江戸時代に漂流した人たちのユニットです。はい、例えばやっぱジョン万次郎、これセンターですね。ジョン万さんがセンターですか。ジョン万さんがいますんで、はあはあ、であとフロントメンバーは大黒屋光太夫とか、はい、ジョセフ彦とかジョセフ彦、はい、あとあの無人島あの、長編かとかっていうのもいたりとかするので、そのあたりをこう入れていこうかなという感じで、であとまあこの人たちはコンセプトで国際派なので、あのバイリンガルなので、これからのやっぱアイドルっていうのは日本だけじゃダメだと思うんですね。世界で戦えるアイドルを育成しなきゃいけないと思うので、そう考えるといろんな世界を知っている方々のユニットというのはやっぱいろんなところでもこう裾野が広いんじゃないかなということで、世界戦略ですね。はいはい、で、よくバラエティ番組で無人島生活とかやってるじゃないですか、はいはい、めちゃめちゃ強いですよ確かにやってますから、バラエティ対応もか、はい、そうですそうです、その無人島長編あったかな、ちょっとごめんなさいね、無人島、何見方がそうですか、いや、そうですよね。だってみんな船に乗ってどこかに行こうとしてる時に何かが起こって漂流した人たちですから、サバイブ能力はめちゃくちゃ高いわけですよね。そうなんですよ。だからこの、無人島長平さんって人は鳥島に12年間ぐらい生活したっていう話なんですよ。あ、全然食べ物とかないっていうか、ね、はい、アホウドリを12年食って生活した人もいるんで、これはあのバラエティ番組向けだなということで、アホウドリだけでどれだけレシピができるんですか。そう
ですそこなんですよ。だからクックパッドとかもほぼアホードリでいけるというこれキャラ濃いなということでいいですよ。これいけると思うんだよな。すごいなんかその世界を見据えてるっていう視点にちょっと感動しました。やっぱこれからそうじゃないかなと思ってますんでいけると思うんだよ。面白い、はい、ちょっと本格的にこれ楽しかったです最初初めての発注って言いましたけど、はい、うん、面白い。面白いですね。あ、ホリさんは考えてないですか？私は蕎麦用人とかなんかやっぱり傍らから支える人が好きだから蕎麦用人いっぱい集めて。あ、いいですね。柳沢義康とか、そうそう、真鍋昭久とか。あ、真鍋昭久、そうか。あのセンターは田沼昭嗣なんですけど。田沼昭嗣ってイケメンだったらしいですね。めちゃくちゃイケメンですよ。大奥でキャーキャー言われてたらしいですよね。はい。あ、いいですね。あ、じゃあもうその3人、そう、3人のユニットで、まあでもイケメンだなかなとか。いいですね。みんな優秀だし何でもできそうだしこれいくらでも喋れる続編交互期待ということで皆さんもなんか考えてみてくださいバイバイ。